東方経済フォーラムで、ロシアのプーチン大統領とハルトマーギーンバトトールガは、モンゴル国の政治家、第五代大,大統領を務めた。1963年3月3日に、モンゴル人民共和国のウランバートルに誕生する。1979年から1990年には、部府の選手として活躍している。1989年には、ウランバートルで開催された。 サンボワールドカップで優勝した。2006年には、モンゴル柔道連盟の議長も務め、2008年北京オリンピックで内団ぶしんバヤルを優勝させて、モンゴル初の金メダルの立役者となった。1990年には、ジェンコ社を立ち上げて、国外でジーンズを扱うビジネスに着手し、後に事業を拡大して、電子機器の貿易を手掛けた。 さらに1990年代の終わりに国有企業の民営化が行われると、その機に常時でいくつかの企業の支配的利権を獲得している。2004年にバヤン・ホンゴル県から国家大会議の議員に初当選し、2008年と2012年に再選した。2008年から2012年まで道路、運輸、建設、都市計画省を務めた。 2017年モンゴル国大統領選挙に民主党から立候補し、6月26日の第1回目投票では、得票率38.1%で1位となる。7月7日の決選投票では過半数となる50.6%の票を獲得し、モンゴル人民党候補のミー・エゴンビーン・エンフボルドを下して、次期大統領に当選した。7月10日就任。 大統領就任式では、ロシア、中国との友好関係を継続しつつ、第三の隣国との関係を重視するとして、サヒアギ員エルベグドル事前大統領の国際協調路線を継承することを演説した。2021年6月25日に退任。ありがとうございます。